こんにちは、粟田洋介です。今日はこの間別の動画で色を塗ったこのキャンバスに布を貼って絵を描いていこうと思います。童心に帰ってと言いたいとこですが、子供の時の私がこの絵の描き方をして果たして楽しいと思うでしょうか。でも今の私は楽しいと思うんじゃないかと思います。厚手のキャンバスと薄手のキャンバスがありますが、キャンバスというか布ですね。この薄手の布を先にここに貼ろうと思います。こんな感じかな。この端をほどいてふさふさにしていこうと思います。ここにちょっとジェッソとアクリル絵の具を混ぜて、で先にこっちに塗って、裏にも塗りたいんですが、ここで混ぜたやつが足りなくなったんで普通の白いジェッソを塗って、貼ります。白とピンクが混ざった感じになりました。こんな感じですね。はみ出していますが別に気にする必要はないです。ジェッソをつけるとこのように貼り付きます。今度は厚手の布ですね。厚手のキャンバスを適当な大きさに切って、これをふさふさにして、こんな感じで貼ってみようかな。この色をちょっと入れてみよう。子供らしい絵、子供のような自由な発想、そういった言葉があって、なんとなく意味はわかるんですけど、子供らしさって、なんだか大人が子供に押し付けた子供の理想像みたいだなって今日ふと思いました。例えば男はこうあるべきだとか、女はこうあるべきだみたいな感じで、子供はこうあるべきだっていう感じですね。でも男性も女性も、子供も大人も一人一人違うし、子供らしく自由にのびのびと絵を描け、そうもし子供に言ったとしたら、それは逆に子供の自由を奪う言葉になってしまうかもしれないと私は思います。結構自由に大胆に貼り付けて楽しかったんですけど、もしも子供の時に私がそういう風に絵を描かされたら楽しかったのかなって思ったんですが、多分それなりに楽しかったと思います。でも私は子供の時は見たものをそっくりに描くのが楽しかったので、そういう意味ではすごく子供らしくない子供でした。小学校の時の図工は、ああこれは子供らしい発想だみたいな作品を作っている子供がすごく褒められて、でも私は子供らしい作品を作らなきゃならないとか、そういうふうに思ったことはなくて、自分で好きなように描いていたので、それはそれで良かったと思うし、全然不満はなかったんですけど、私は図工が大好きで絵を描くこともなんか作るのも大好きだったんですが、図工の先生からは一回も褒められたことがないし、成績も普通でした。何人かの子供のレッスンをやっていて、一人絵が上手な子が見たものを上手に描くみたいな絵を描いていました。
私のレッスンは自由に絵を描くことなので、私はその子の絵がつまらないなぁと思ってしまいました。そのことは私はすごく反省しています。まあその子には押し付けなかったし、描きたいように描いてもらってたんですけど、自由で楽しい絵を描くとか言っておきながら、私自身くだらない大人になっていたわけです。でも私も子供の時はその子みたいに遊び心のない、ただ上手な絵を描く子供でした。私は子供の時、遊び心のない、ただ見たものを上手に描く絵を描いていたんですが、その時はそれが楽しかったです。今の私はそういうものに面白さを感じないので、今みたいな作風の絵を描いています。でもどんな絵を描いてても、絵を描く気持ちって、子供の時に全然違う絵を描いてた時の気持ちと、今絵を描いてる気持ちって全く変わらないんですよね。それはなぜかっていうと、どんな絵を描いていても、どんな作風だったとしても、その時自分が楽しいと思っている描き方だからです。今私が描いてる絵はどうなったら面白いかなって考えながら描いてるんですけど、子供の時もどうやったらうまく描けるのかなって考えながら描いてました。だから俗に言う真面目な上手な絵でも、その時の私にとってはそれが遊び心だったんです。なんか子供の時の私は大人で、今の私が子供みたいですけど、そうじゃなくて子供とか大人とか関係ないんだと思います。それが遊び心があるかとかないかっていうのは、傍から見た感想で、楽しんで描いている本人からしたら、どちらも遊び心全開なのです。子供らしいとか遊び心があるとか自由だとか、そういう人から押し付けされた理想像に縛られないで、本当の意味で自由で遊び心を持つには、子供らしさとか子供心とか、そういうことよりも大切なことは、自分がいかに楽しむってことなんじゃないかと私は思います。こんな感じの絵が完成しました。単にさっきここに青い輪っかを描いたので、タイトルは青い輪です。ちょっとここが剥がれているので、ジェルメディウムでくっつけたいと思います。で、あとは乾くのを待つだけです。で、さっき子供の時に布を貼って絵を描いたら楽しかったかどうかわかんないって言ったんですけど、きっと子供の時の私も楽しかったと思います。でもさっきも言ったんですけど、どんな作風であれ楽しみながら描いていれば、人それぞれの遊び心っていうのがあるので、人が見て遊び心があるって思うのと、自分で遊び心を持って楽しむのとは違う場合もあるかもしれないし、自分が楽しめばいいんじゃないかと私は思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。